今回は5月24日のアップデートで追加された新カードからノーマル源範頼とノーマル新宮幸恵を紹介するよ。2枚セットの理由は三国志大戦でよくコンビを組んでたレアモンハクとレア龍神の強力がほぼそのままの性能で登場したからやね。源範頼は2コス武力7で士気6増で武力プラス6と兵力回復終了時に兵力が減る。新宮幸恵は 1.5 コス武力4槍兵で士気5増で発動時の兵力の多いほど武力上昇か。門閣龍戦デッキに共通することが多く似た使用感やからかつて使ったことある人にもおすすめ。注意すべき注意点としては源範頼の号令は兵力の上限を超えへんから安易にフルコンしてもそこまでの超火力にはならん。その分兵力減少値は控えめで約3割回復して終了時に約3割消し飛ぶ差し引きほぼゼロで扱い安くコスパ良好。新宮幸恵は龍拳同様に兵力に少しでも白い部分があれば四季5武力プラス6と破格の効能。英傑対戦では舞台流派2があるから他の計略なしでも高い効果を得られるよ。時代が平安やからもちろん常盤の剣と合わせるのも効果的やね。逃げるが勝ちってね。めんどくせえ。くせ者。怖いだな。なんだって動けん。僕はどうしたらいいの？私は生きているのですね。君だけは強いんだな。うぬわっおりゃ流派発動一の方トラッシュルダー流派発動二の肩ほら新宮幸恵を採用するなら舞台流派には最優先するのがええ感じかな。流派陣はほぼ固定になるけどそれに見合うだけの見返りはあるはず。その辺はこの試合の終盤あたりで数値に出てくるよ。この無礼者が何だって動けん。突進うるせえうるせえ。やったもん勝ちだ。逃げるが勝ちってね。源範はこんな感じで兵力の減る量は少なめで力押しがしやすい性能しとるよ。撃ち抜け発進撃ち抜けだけは強いんだな。これ以上いじめないでください。くせ者この間流派発動二の肩撃て命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。突進私は生きているんですね。突進ほ
こまでじゃ。くせ者、この無礼者が。こんな感じで四季5ブロックプラス6を得られる状態なら、まず当たりの手線での強みなんです。突撃発進撃て。私の号令を聞いてくれ。聞けったら聞け。突進。めんどくせえ。もう眠いです。こりゃ出世の道も見えてきたな。突進。この無礼者が。流派発動。三の型。なあ、だってって動け。作戦。仕事はここまでだ。お達者で。くそ。こんな雑魚に。逃げるが勝ちってね。突進。ここまでじゃ。一人を撃って。今回は2試合やるよ。あるものではない。お助けしよう。よろしい。我が輩が相手だ。撃ち抜け。撃て。見つかってしもうた。撃て！流派発動。一の型。流派発動。一の型。ちょうどいい。首を痛めてしまおう。打ち抜け。突進。貴様。打ち抜け。突進。打ち抜け。打ち抜け。逃げるが勝ちってね。死ななきゃ勝ちよ。龍が目覚める。息子を頼む。僕はどうしたらいいの？撃て！だけは強いんだな。攻勢に転じる。突進。撃て。突進。ワンマンショー？いや、ジョンマンショーぜよ。
進。遅い。身の肩突進。ヘイ撃て。命々たる戦の先には再生が待っておるぞ。ワンマンショー？いや、ジョンマンショーぜよ。ヘイ！発進！野望の光、リンネのささやき、ウグイスの声。発進！ただで死ぬと思うたか。流派発動。二の方撃て。ヘイ、私の号令を聞いてくれ。聞けったら聞け。撃ち抜け。遅い。打ち抜け。打ち抜け。私の号令を聞いてくれ。聞けったら聞け。悪運だけは強いんだ。打ち抜け。打ち抜け。野望の光、リンネのささやき、ウグイスの声。突進。陣中で死ぬこそ武士の本望。消えろ。ただで死ぬと思うたか。息子を頼む。死ななきゃ勝ちよ。貴様！貴様！再起ムーブしたけど残りカウントがないからレンマッチ想定で隠すよ。ここまで見てくれてありがとうございました。楽しい号令が登場してよかったよ。